投資のヒントを専門家の解説とともにお伝えする深読みリサーチですえ今日のゲストはテクニカル分析がご専門の水保証券の中村勝彦さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますえ今回のテーマはこちらですテクニカル目線で探る日経平均の上値目処ということなんですが足元日経平均は2万8000円に届きそうでなかなか届かないそういう展開ですけれどもこれどう見ますか そうですね、豊島さんおっしゃる通り、二万八千。ザラ場では届くんですけど、引け値ではなかなか上回らない状況になっています。まあ、そこで、ちょっとチャートをですね、えー、分析をなるべくわ、まあ、かりやすくですね。今日はお伝えできればと思います。よろしくお願いします。えー、まずは、えー、チャートをご覧いただきますと、ですね。えー、昨年の、えー、秋の高値、三万トンで六百七十円からの赤色のライン。えー、上値抵抗線をご覧ください。 実は足元のですね。二十二年の六月に入ってから、この上値抵抗線を上回っておりまして、受給面では、どうやら日本株の戻り売り圧力は徐々に和らぎつつあるといった見方もできるかと思われます。この上値抵抗線は、実は六月と七月と、すでに二度上回ってます。まあ、今後はですね、この上値抵抗線が。 下値支持線に転じてくるのではないかと見ておりますまあ、さらに200日移動平均線まあ、長期投資家の買いコストと言われる長めの移動平均線なんですが足元の日経平均株価この200日線を終値でおそらく昨日まで10営業日ほど上回っておりますまた長期トレンドを示しますですね。200日線自体 この傾きにご注目いただきたいんですけども右肩下がりからやや横ばいに転じています実は過去200日間遡りますともうすでに21年の9月の高値3万トンで670円は200日間から消えてますので今後200日線は横ばいから場合によっては上向きに転じてくることも考えられますもう一つ注目しておきたいのが3月の高値です ええ二万八千二百五十二円これを終わり値で一円でも上回りますとまあそこうちのサインとも言われるえ二番底が日経平均株価完成いたしますまあ六月七月と三月高値え終わり値で超えることはできませんでしたがまあ今後三回目のチャンスは えー、やってくるのではないかと見ております。そしてさらにここの3月9日の日付も強調されてますけど、ここも重要なんですか。はい、えー。縦軸の価格軸から今回は横軸、えー、日柄も見ておきたいと思います。えー、3月の安値、ね、これ信用取引で、えーえー、信用売りをした投資家が この3月の安値で多かったことが想定されるわけなんですけども制度信用取引においてはですね決済期日が通常6ヶ月です、まあ、つまり安値をつけた3月9日に信用売りを利用した投資家は9月9日までにはですね買い戻しする必要が出てまいります。まあ、それに加えですね実は 先物やオプションの生産日に相当するメジャー S q もです、ね、この9月9日に重なっております、まあ、9月の上旬に向けてです、ね、仮に3月高値を超えますと買い戻し加速による一段高も想定されるところでは、うん、9月に向けて買い戻し上昇が期待されるとなりますと逆に上値の目処はどうなってきますか。 今、なかなかちょっと想定しづらいかもしれませんが3万円もなくはないかなということで振、うんえー、れ幅に注目しておきたいと思います。まあ、1つ目は3月の9日の安値からの3535 35円と2つ目は3月の戻り高値から5月の安値までの2504円です。次のスライドをご覧ください 今後の上値目処の算出といたしまして3つ想定されます左側ご覧ください NK 産地といいまして赤色の値幅ですね3535 35円が5月の安値からもう一伸びした場合は2万9200円真ん中をご覧ください VK 産地は今度押しめの2 5 0四円分をまた上,上乗せしたラインが 3万トンで700円台右側をご覧ください累計産地は3535円を3月の高値に上乗せしますと3万1700円台とこの3つを合わせますとですね2万9200円台から3万1700円台が想定されまして、まあ、期日が迫る売り方はです、ね、3月高値を上回りますと損失を限定しようとして えー、買い戻しを急ぐことも想定されます。この三つの上値目途シナリオを挙げていただきましたけれども、このように計算通りに行くもんですかね。あのその通りなんですね。<laughs> あの、えー、まあ振れ幅がすべてですね、えー、チャート通り相場通りにならない部分もありますので、バリューメンからも補足しておきたいと思います。うんえー、PBR のチャートをご覧ください。えー、PBR 株価純資産倍率 株価が一株当たり利益の12歳何倍かを見る一つの物差しと言われています。まあ2021年からの日経平均株価をお示ししています。よくよく見ますと PBR1.1 倍から1.37倍の中で。 日経平均株価がほぼほぼ収まっていることが確認できます、まあ、足元の日経平均株価の PBR まだ1.2倍にも届いておりませんので戻り余地はありそうですちなみに足元の PBR1.37 倍は32,300円台になりますので先ほどの3つの上値目処の一番高かった EK 算値31,700円も この PBR の1.1倍から1.37倍にまあ収まりますのでまあ一つ参考になると思われます実際、この9月に向けてこの上値ですを、ね、目指してまあ日経平均が上昇するとなりますとそれをまあ後押しする材料というのはあるんですかはい、えー、決算とです、ねえー、まあ今後のえまあ、えー、米国の長期金利の落ち着きだと思います。えー 8月中旬にかけて国内企業は決算発表山場を迎えます工業負責企業への見直し買いが続いておりますまた8月は米国の FOMC ございませんので米国の長期金利の落ち着きとともに日米株の反発局面期待できると見ております分かりましたありがとうございましたありがとうございました このコーナーでは株価の具体的な予想なども挙げていただきましたがあくまで投資はご自身の責任のもとでお願いいたしますそして今日の番組終了後7時8分頃からは投資情報の有料配信サービスもうさてプレミアムでここでは取り上げなかったドル日経平均以外にもドル円ですとか原油価格の展望についてもテクニカル目線で解説いただきますぜひそちらもご覧ください以上深山リサーチでした